フェトヒビュレント急走行艦は、オスマン帝国海軍の走行艦。本艦の基本構造は2本のマストと1本煙突を持つ走行コルベットとして、イギリスで建造された。船体中央部に 229mm の走行板をリベットで作られたホーグルワを持ち、内部に 22.9cm5 走砲を、単素砲画で片元に木ずつ、計4基配置した。 ホーグルワは、髪型から見て、横に長い八角形をしており、前後左右を除いた、左右の斜め前と斜め後ろに方門が開けられたが、床面のレールを方側を移動させることにより前後、左右に、最大二門を向けることができた。1869年に、テムズ造船所にて、気候、1870年浸水、1871年、竣工。 1904年から1906年に、イタリア、アンサルド社で近代化改装実施後、サロニカ湾に配備。1912年10月18日に、ギリシャ海軍の水雷艇11号に36センチメートル、魚雷2本を右辺に受けて撃沈された。本艦は、その後、武装の一部をサロニカの砲台に配置。1869年に、テムズ造船所にて、寄港。 1870年浸水、1873年竣工、1910年に除籍後に解体処分。ありがとうございます。